どうも。はい。今回ですけども、今週ですね、9月の25日土曜日ですね、スプリームウィーク5ですね、やっとドロップリストが出てきましたので、そちらの方を見ていきたいなと思います。で、今回はですね、前々から、噂に出てましたスラッシャーですね。はい。やっとここに来てきたということで。はい。で、ラインナップも結構商品数多くてですね、まあデザインシンプルなものから、結構ちょっとロゴの主張が強いものだとか、あったりするんですけれども、はい。まあ、そうですね。まあ、レギュラー商品とまあ、見比べるとですね、まあ、今週もまあ、そんなめちゃくちゃ人気のある週じゃないんじゃないかなっていう感じはしますかね、個人的には。はい。ではですね、ちょっと早速、見ていきたいなと思います。で、まずですね、最初の1点目が、サテンのバーシティジャケットですね。こちらが2色展開ですね。ブラックと、これ、ゴールドですかね。黄色、ゴールドですかね。はい。の2色展開ですね。まあ、結構派手ですね。結構派手だな。はい。まあ、どっちかというとこれブラックかな。はい。で、続いてが、セーターですね。まあ、これはシンプルですね。これが3色展開ですね。まあ、無難にスラッシャー。でもこれ、パッと見これ見た感じ、これシュプリームの、なんかシュプリームとかも何にも書いてないんで、パッと見、わかんないぞね。スラッシャーかなって思っちゃうぐらいのシンプルさですね。はい。で、続いてが、ストライプのポロシャツですね。これが、3色展開ですね。はい。まあ、これは無難ですね。はい。で、続いてが、フーディーですね。ジップアップのフーディーが、こちらが、何色だ？こちらが4色展開ですね。まあ、普通、なんつうの、肩のところにすごいロゴのなんかテープが貼ってあるような感じで、まあ、派手っちゃ派手っすね。手の部分だけ。はい。で、続いてが、フーディーですね。普通のフーディーですね。これが、5色展開ですね。まあ、こっちの方が人気あるそうですね。バックにスラッシャーって書いてあって、表面にプリントと。こっちの方が人気ありそうだな。はい。で、続いてが、ジーンズですね。こちらが2色ですね。が出る形になります。まあ、これは足元だけにスラッシャーって書いてるだけですね。はい。で、続いてハーフパンツですね。スウェットのハーフパンツ。これが、4色展開ですね。はい。で、続いてがロンティーですね。ロンティーこれ結構カラーありますね。1,2,3,4,5,6 7色もありますね。まあ、ちょっとどう、まあ、なんとも言えないデザインだけど、これにシールがバーッと貼ってあるような感じのデザインですね。はい。で、続いてがゲームティー。あ、これがなんか一番人気ありそうですね。普通無難ですね。バックにプリントと絵が書いてあって。あ、これ、あ、でもこれコラボで行くとしたらこれいいな。これが、7色展開ですかね。はい。で、続いてもう一個 T シャツ。あ、これほんと、これはかなりシンプルで、スラッシャーって書いてあるわけなんですけど。これシンプルですね。これもまあ割と人気ありそうですね。7色展開ですね、こちらも。はい。で、あと最後にキャップですね。これが6パネルですね。これが、5色展開ですね。はい。ってな感じで、こちらで以上ですかね。はい。まあ、無難に、まあ、シンプルなのもあったりするんで、割と、あと商品数も結構あるんで、これ普通に買いやすいんじゃないかなっていう感じがしますからね。はい。で、続いてレギュラー商品を見ていきたいなと思います。で、まず、1つ目が、パネルのフランネルシャツですね。こちらが3色展開ですね。まあ、強いて言えば、この今回のラインナップで、僕が欲しいの一番これ欲しいですね。はい。これのブラックか、この黄色っていうか、黄色っぽい色。これどっちかだなぁ。どっちかいいなぁと思うんですけどね。はい。これをちょっと狙おうか。考え中ですね。はい。で、続いてが、T シャツですね。これがアラビックの T シャツですね。もう普通にシンプルにアラビックのロゴが書いてるだけで。これが、6色展開。で、続いてが、これなんだ。イーストウエスト SS トップ。これもまあ T シャツですけど、なんか、まあでもそんなでも派手ではないかな。これは6色展開ですね。はい。
で、続いてが S ロゴですね。S ロゴ、これが、5色展開。まあ、ちょっと肩のところにラインが入ってますね。はい。まあ、これ毎回は出てるんで、まあ、どっち、まあ、そんなに欲しくはないかな、というふうには。はい。まあ、でもシンプルっちゃシンプルで、まあ、いいですね。まあ、いつもなんか、そういう、ここのロゴがなんかなってるというよりかは、まあ、ツートンでいいかなと。いいかもしれないですね。はい。で、続いてが、S ロゴのセットアップのパンツですね。これは、5色展開。はい。で、続いてが、モノグラムのデニムパンツですね。デニムのペインターパンツかな。これが、4色展開ですね。まあ、これも人気ありそうですね。はい。で、続いてがキャップ類ですね。キャンプキャップが4色展開ですね。カモですね、これ。カモのリップストップのキャンプキャップ。で、続いてが、コーデュラのシックスパネルですかね、これが。これが6色展開。で、続いてが B2 ですね。ストライプの B2 が5色展開と、もう一個、なんだこれ。グリッド B2。これもちょっと派手ですね。これも5色展開。で、あ、続いて、あ、これもなんか人気ありそうだな。キーチェーンですね。まぁ、ちょっといつもと違って、今回は、あ、でも大体似てるか。ちょっとプラスチックの部分があったりだとか。3色展開ですね。これも人気ありそうですね。はい。で、ベッドですね。まあ、多分ベッドはこれ発売日本あんのかな、その辺が謎ですけども。まあでもこんなでかいの多分な、おそらくないよな、多分。オンラインであるのかな、ちょっとその辺は謎ですね。はい。ってな感じでこちらで以上となります。まあなんでまあ、割と、今回も、ラインナップ多いですし、まあシンプルなのもあったりするんで、まあ割と、まあ人気普通な感じですかね。まあ、なんでウィーク、今回5なんですけど、ずーっとそんなになんかすごいなんか熱狂するような、もう本当に白熱するようななんか週がなかなか来ないなっていうことなんですけども、はい。まあ今週はちょっとレギュラー、さっきのシャツか、T シャツかどうしようかなっていう感じでちょっと迷おうかなと思いますね。まあ多分こう並びはいかなくてオンラインかなっていう感じですかね、また今週も。はい。ではこちらで以上になります。あと先週ですね、買ったものが届いたんでそちらの方も紹介したいなと思います。で、先週買ったのがこちらですね。ロンティですね。こちらになります。ロンティ。はい。これ茶色ですね。これ全然普通にもうオンラインでの、なんか今は売り切れちゃってると思うんですけども、普通にめちゃくちゃゆっくりやっても買えるレベルでしたね。はい。もう全然なんか本当、まあ結構余りまくってたシューですね。はい。結構あのレザージャケットとかも買われた方とかインスタグラムとか見たら、そのレザージャケットかっこいいですね。かっこいいなと思ってですね。まあちょっと値段がなかなか高くて買えないんですけども、結構あの、実物の写真とか見たら渋いなと思いましたかね。はい。はい。ってな感じで、ちょっとこちら、今から試着したいと思います。はい。ではですね、着数はこんな感じになります。で、私が身長173センチ、体重72キロで、サイズが L になります。L でこんな感じですね。はい。こんな感じになります。まあ、T シャツが最近 L 買ってるんで、まあ、同じ L で、ちょうど良かったかなと思いますね。ちょっと若干ちょっとゆったりな感じで着れるかなと思います。はい。まあ至って普通ですね。プリントがこんな感じになってる感じですね。はい。まあ、ちょっとやっぱ若干これやっぱリブの部分がなんかなんていうんですか、結構長時間着てると絶対これタラタラになってくるんですよね、シプリームのやつって。はい。で、この間買ったあのベン・デイビス、1個前の動画見ていただくと、あの他のブランドでロンティー紹介してるんですけども、多分そっちの方が全然やっぱこのリブの部分はしっかりしてるかなと思いますね。値段が全然違うんですけどねはい。ではですね、こちらで以上となります。はい。ではですね、まあ今週もですね、まあ多分おそらくそんなに、まあそんな白熱する週ではないかと思うんで、割と買いやすい週じゃないかなと思いますんで、欲しいものがある方に関しましてはですね、頑張りましょう。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。